ダリオ・ビドシッチは、ユーゴスラビア出身のオーストラリア代表のプロサッカー選手。インディアンスーパーリーグ ATK 所属。ポジションはミッドフィールダー。両親ともにクロアチア人で、クロアチア系オーストラリア人。ジップのラド・ビドシッチも元サッカー選手で、ダリオが生まれて、すぐに家族でユーゴスラビアからオーストラリアに移住した。ユース時代には、 クイーンズランドロアー FC やオーストラリア、国立スポーツ研究所に所属していた。2006年にブリスベンロアー FC と1年契約を結び、プロデビューを果たす。2007年に、ブンデスリーガの1、FC ニュルンベルクに完全移籍し、ドイツへ渡った。2010年に、MSV デュースブルク。2011年には、アルミニアビーレフェルトにレンタル移籍してプレーした。 2011年からオーストラリアに帰国し、アデレードユナイテッド FC と契約した。2013年8月26日、FC 仕様に移籍した。2015年9月21日、ウェスタンシドニーワンダラーズ FC に移籍した。2016年6月22日、両姉広し運属級クラブに移籍した。2017年2月17日、城南 FC に移籍した。 2017年8月4日、父のラドが6月からコーチを務めている、ウェリントンフェニックス FC に1年契約で移籍したが、そのわずか4ヶ月後に、父と共にクラブを退団。メルボルンシティ FC へ加入した。2019年7月、インディアンスーパーリーグの ATK へ移籍。オーストラリア代表でのビドシッチ北京オリンピックの、 欧州代表メンバーから落選した後の2008年7月、母国クロアチアの A 代表チームを選択する意向を公表したが、FIFA フフ規約の第18条により、ビドシッチが21歳を超えていたために、ユース代表としてプレーしていた、オーストラリア代表からの国籍変更はかなわなかった。2009年6月17日、2010FIFA ワールドカップ。 アジア最終予選の日本戦で84分から途中出場し、オーストラリア代表デビューを飾った。2010年5月24日、親善試合のニュージーランド戦で代表初ゴールを記録。その後2010年、2014年と FIFA フフワールドカップのメンバー2に2大会連続で選出された。ありがとうございます。